飲み物を飲んでいるヒバロ族の女性。ヒバロ族はアマゾン川上流のマラニョン川に住む少数民族。全体の人口は不明であるが、1960年時で1万4000人前後。ヒバロという用語はシュアール語において人々を意味するシュアールのスペイン語綴りに由来する天下であると考えられている。ヒバロという言葉はスペインによる統治時代には 野蛮人の意味を持っており、シュアール族はこの呼び名を別称とみなしている。また、メキシコやプエルトリコ等のエクアドル国外では、ヒバロは田舎者の意味を持っている。ヒバロ族は、以下のように分類される。かつては、首狩りの風習があり、手に入れた子球を乾燥させ、全体を縮小させ目や口を糸などで縛ったから首に、加工していたことで有名である。一夫多再生を取る。 マニオクを栽培する、焼きバタ農耕民。また、吹き矢を使用した狩猟、漁猟なども行う。ネア、マウリツヨ1973、ソーシズオブスパニッシュハバロ、インドマンスフィロロギー27、203から204、バークリー、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・プレス。ありがとうございます。